はあ、なるほど。奥深いな、こういう、この死後の世界っていうのか。ついてこい、ひなこ。もたもたして遅れるんじゃないぞ。はい！この階段を降りたら、イッサさんに会える。イッサさん。行こうか。ゆっくり階段を降りてね。あの滝で見そいだおかげで、私、やっとわかった。私が受けるはずだった汚れを全部受け持ってくれたことも、イッサさんがいないのに時の記録が出てたとしても、小さい頃、迷子になった私を助けてくれたことも、私がイッサさんの記憶を見れたことも、まさか、ずっと私の中で、私のことを助けてくれたんだ。このままだなんて、絶対に嫌だよ！待っててね、イッサさん！次は私が、助けるから！絶対、会いに行くから！おい、もたもたするな、どくさいぞ。で、要は、ひなこちゃんの中に、その、このはさん、の、その霊がずっといたっていうことなのかな？そのさっき出てきたっていうのは。いや、それでずっと、なんだろう。ひなこちゃんのこと守ってくれてたっていう風なことなのかね？おい。貴様はどうしてもウブド神を助けるのか？抑制の道のりなら教えてやる。悪いことは言わない。このまま帰った方が身のためだぞ。それでもイッサさんのところへ行きます。考えはあるのか？ウド神は変毒に幽閉されてるままだ。どうなってるか、俺にもわからないぞ。何かあったら天道祭のしずるさんを頼りまーす。はあ。は、はあ？貴様、天道隊は便利屋かよろずやかなんかと勘違いしないか？してないですよ！私がどんくさくなかったら、自分でできるかもしれないけど、私には頭も力もないから。でも今の私にできることは全部やりたいんです。それに、私のこと助けたらおばあちゃんが褒めてくれるんじゃないんですか？絹さんを引き合い出すのは卑怯だぞ。だってわ、千鶴さん私のおばあちゃんのこと大好きじゃないですか。親切絹ちゃんとか言っちゃって、おばあちゃん私のなんですからね。そこんとこ忘れなくださいよ。ネチネチと、嫉妬深いぞ。そんなこと承知の上だが、絹さん分け隔てなく誰にも優しいんだからな。一目占めできる存在では。おしゃべりもここまでのようだな。っていうか、しずる、絹婆さんが好きだったんだ。まあ、なんとなくは察してたけど。着いたぞ。ここに産どがみ。イッサさんは？なんだこれは。どうしたんですか、しずるさん。牢獄が破壊されてる。それに産ど神がいない。え？一体どういうことだ？どういうことや？何があった？貴様、どうやってあの祠から抜け出した？私は御神体の神教が壊れちまったもんでね。縛るもんもなくなって、今じゃ自由の身ってわけさ。はあ。しずるさん。なんだ？汚れが溜まると危ないんですよね。ああ、変国に留まり続ければ、神でも人でも例外がなく、汚れが留まり、耐えられずに最後はもののけに落ちる。だが落ちたとしてもせいぜい小さなもののけが日光になるだけだ。この牢を壊せるほどの化け物になり果てるほどではない。目黒町の祠にある御神体の神橋壊れてたんです。だからイッサさんは自由になったって言ってました。ウード神は、めぐる町の汚れを、え、めぐる町の汚れを見そぐ罰を受けて続けていたはず。となれば、神橋が割れたのもうなずける。あいつは時たま神だ。幾度となく時をさかど、さか、時を遡り、何度も汚れを払うことができる。そしてこれは、膨大な汚れの量になる。神橋が、汚れに耐えれきれなくなり、割れた。あいつが持っていたのは、変獄でとどまるだけの量の汚れだけではない。奴の汚れが決壊し、物置になったとなれば、大変なことになったぞ。イッサさん、どこ？
イーサさん、どこにいるの？おい。イーサさん、イーサさん！落ち着け、アホ！今のお前にできることは、慌てふためきウドガミをなお呼び続けることなのか？ひとまず、このまま奴を放置しておくわけにいかない。探そう。わかりました。どうか、どうか無事でいて、イーサさん。ということで、なんかちょっと、とんでもないことになっちゃったな。なんか、イッサが物のけになってしまって、その怪、物のけになってすごい力を持って暴れまくったとなったら、ちょっと、おぉ？この黒いか、すべて、これはクズやな。すべてこのみじ、あれ？これなんて読むんだ？チリか。すべてチリになっている。ひなこ、このチリには触れるなよ。ひどい汚れで人のお前の身には毒だろ。大丈夫か？はい。それより早くイッサさん探しましょう。ああ。じゃあちょっとセーブして。まあ、その、チリに触らないよね。ね、チリ一つ残すなよ、っていう。チリを。めっちゃあるやん。うん。結構残っとるわ。うわぁ。ここで、これでもセーブできるな。できないんかい！これ触れないようにって、まあ今は別に触れることはないけどさ。ねえ、これな、バケモンと化した展開のやつを、とのね、移動のやつ。うたい！見えてなかった！そこにあったんかい！そうか、触れたり移動したりやっぱ毒だからダメージ食らうのよね。くっそ、見えてなかった。あ、落ちてる！よし、じゃあ、どうしようかな。一旦ここでセーブしよう。うわぁ、降ってきてる。ああ、なんか、サンマの名探偵思い出す。うる。ああ、サンマの名探偵思い出す、上からの。てってれれってれれってれれれれれれってれれって。とか、鯉たちも死んでるやん。歪みがなくなって、先が真っ黒になってる。ひどいよ、汚れのせいだ。このままだと、変国時代が崩壊するぞ。俺たちの手には負えない。一旦手に戻り、報告を。まずい、ここも崩れるぞ。ヒロコ、もう少し辛抱しろ。今引き上げ。頑張ります。私、ヒロコちゃんが落ちたよ。マジか。私、何もない。ここはどこだろう。しずるさんは汚れのせいって言ってたけど、とにかく怪我なくてよかった。ちゃんと動ける。早くイッサさんを探さなきゃ。ん、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんね、ごめんねって感じ。ああ、すべてすべて私のせい。ただお前に会いたかっただけ。これもしかしてイッサが言ってんのかな。ただお前と話したかっただけ。ただお前を愛したかっただけなのに。ヒッサさん、どうしてない。そんな寂しいこと言わないでおくれな。そうだそうだ、可愛いと言っちゃなんだか、その時神様って呼び方やめてくれないかい。おほほ、そうかいそうかい。お前さんからおむすびをもらえるのは私の楽しみだからね。イッサさん、私だよ、ひなこだよ。私の声を聞いて、汚れなんかに負けちゃダメだよ。そんなところにいたのかい。ダメだ、私の声が届いてない。お待ち、お待ちったら。いや、もう私のそばにいた方がいい。この葉を傷つけたくないんだ。おい、そんなこと、そんなことを言うんじゃないよ。イッサさん。そんな、そんなことを、傷つけ、この葉を、この葉、この葉を、約束は。触れちゃダメだ、固まっちゃダメ。恐怖で頭が働かない。でも、今の私にできることがまだある。ごめんよ。
足を動かして走って逃げるんだ。諦めちゃダメだ。イッサさんは縁があるって言ってくれた。きっと何かの理由があって会えたんだ。またこれで死んじゃダメ。イッサさんに私を殺させない。急げ。うわー、灰を避けながら、うわー、くる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 、よし、ふぅふぅふぅ、痛い痛い操作を間違えた。くそ、まだ来るんかい。いいな、死にたくなかった、死にたくなかったね。ずるいずるいよ、お家に帰りたいな。あー、これコノハの、コノハの首の下かな。後ろから来てんのかな、またこれ。イッサ怪物になった、わ、物のけになったイッサは姿はなかったけども、わー、行く、急げ急げ、ふぅ、来てる。ちょっと待って、めっちゃでかくなってる。でかなってるよ。いい、間に合うかこれ。いい、やばい、距離が、距離が縮まる。あなたとあなたの距離が縮まってる。ふぅふぅふぅ、いはおいはお、あ、生首そうやられてる。まったく村人民ね。あー、や、これゴールかな。あっ、あっ、あ、ふぅ、行き止まり。ゲー、イサさん、出したよ、ひなこだよ。お願い、私の声を聞いて、私イサさんに伝えなきゃいけないことがあるの。イサさん、お、お、展開の煉獄の様子がおかしくなったと思えば、やはり男は保たなかったか。あなたはこの恩忘れぬと言っただろう。あーね、あん、安心しろ、天道隊がこちらへ向かっているようだ。あともう少しの辛抱だが、これまでの汚れすまない。私の力では多少の時間稼ぎにしかならないようだ。で、菩薩神、ガーンガーン、人の子よ、もうすぐ天道隊が、それまで持ちこたえろ、逃げろ。あちゃ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 、やめて、イッサさん、私からもう離れないのこれ。天道隊が来るまであともう少し、ここで逃げ切れたら私は死まなくて済む。違う違うよ、私がイッサさんに会いに来たのは逃げるためじゃない。私はイッサさん、私ね、イッサさんに縁があるって言われたこと嬉しかったよ。会ったのはたまたまじゃなかったって。変だよね、私イッサさんに会ったばかりだったのに。イッサさんが私を助けてくれてたように、私にもイッサさんに何かできることがあるってそう思ったから。だからきっと大丈夫ですよ、エニシが導いてくれますから。だから、お、いい絵じゃん。必ずまた会いましょう。おお、イッサさんに会いに来たんだよ。おお、ひなこ。ああ、あれは、イッサの、その、霊だったんだ。ひなこちゃんについてたのは。あら、やっぱり想定してた通り、イケメンだった。イッサさん。おひな、心配かけたね。イッサさん来てくれたんだね、おひな。私との約束、ちゃんと果たしてくれたんだね。イッサさん、一緒にめぐる町に帰ろう。私は本当に幸せ者さね。イッサさん。
よ、おひな。私は汚れに満たされすぎた。だから。嫌だ。願いだから、そんなこと言わないで。あの時、この葉もこんな気持ちだったんだろうかね。だから、私はね、おひな。消え。何かが光って。お。それは、私が木の葉にあげた、みそぎの飾り紐。お！私の体の汚れが、消えた。あ！その紐飾りは、汚れを払う力を込めておいたからね、って言わせてくれへんのかい！木の葉さんが、木の葉さんが置いてくれたから。おかえり、イッサさん。ただいま、おひな。会いに来てくれてありがとう。うん。しみったれた空気が性に合わなくてね。さて、こっから出る方法だが。それならきっと。ああ、なんとか無事に来てくれた。ひなこ、こんなところに。しずろさん、よかった。来てくれると思ってました。おやおや、私がいない間に随分と仲良くなったもんだね。話や事情はすでにひなこから把握済みだ。こんな立ち状況も一部は天道隊に非があるからな。随分と素直なこと。イッサさん、シズルさんいい人なんだよ。こうして迎えにも来てくれて。ふうふう。なんだその顔は。いや、なんでもないよ。ささ、案内しておくれ、シズルちゃん。やめろ、その気色悪い呼び方は。こっちだ、行くぞ。いいね。ちょっと、やべえな、このゲーム。ここは、私が天国へ来た時の、この先へ進むの鳥居があるだろ。そこにある鳥居をすべて潜るんだ。ここを通れば。ふーん。出口は案外近いところにあったんだね。さあ、おひな。天国とおさらばするよ。うん。そうだ、しずるさん。なんだ。天でもこっちでも、たくさんお世話になりました。本当にありがとうございました。世の均衡を保つためと、キヌサのためだ。貴様のためではない。だが、礼は受け取っておく。はい。そら、とっとと行け。もう二度と天国なんてここに来るんじゃない。しずるちゃんの可愛いおかも浮かんだし、進もうかね、おひな。うん。超絶ツンデレやけど、まあ、よしとしよう。このツンデレはよしとしよう。さあ、いよいよこのおむすびの話も終わりなのかな。いや、ちょっとね、なんか久々に涙腺を壊させられる展開ばっかり来たな。この先行けば、ああ、帰れる。おひな、これだけは今言わせておくれ。あの時お前さんは私の力を貸してほしいと言ったけれど、力を貸してもらっていたのは、お前さんに助けられていたのは私の方さ。お前さんは一人じゃ前へ進めないと言ったけれど、ちゃんとその二本の足で立って進めていた。そう思ってた。お前さんにああ言ってもらえるまで。だから私も言うさ、お前さんがいてくれたから頑張れたと。お前さんとさよならすることが寂しいと。けどね、おひな、さよならをしても絵にしは消えない。おひなが選んでくれるのならば、私の絵にしは結ばれたままさね。絶対に。イッサさん、また会えるよね。もちろん、私たちには絵にしがあるんだ。会えるとも。めぐるの輪の祠で、お前さんを待ってるよ。絶対に行く。おむすび作って待っていくよ。そりゃあ楽しみだ。それじゃ、またね、イッサさん。ツナマヨネーズでいい味は。なんさね、ツナマヨネーズって。ま、いいさ。なんでもいいよ。あ、またね。あー、なんか、ジーンと来ちゃってる。ずっと真っ暗。あれ？
何か聞こえる。ん？これはお父さんとお母さんの声。ねえ、あのね、聞いて。話したいことがたくさんあるの。私ね、たくさんたくさん頑張ったんだよ。それでね、それでね。おお、なんとか帰ってこれたね。悲劇の交通事故から。ああ、今日もいい天気。ん？あ、あ、動かせれる。いや、なんか久々、ここの無心、ここのお家。さあ、あパパママお久しぶり。父ちゃんおはよう。おはよう。で、お母さんもね。お母さんおはよう。おはよう、ひなこ。体調はどう？今日は久々の学校じゃないの？体調はバッチリだよ。久しぶりの学校も楽しみなんだ。ちゃんと忘れ物もチェックしたし。ほら、自分で握ったおにぎり、お母さん、包んどいてあげたわよ。ありがとう、お母さん。行ってきまーす。おむすびを手に入れた。よしよし。じゃあ、そのおむすびをね。そのおにすびを持って。よし！学校行く前に森の祠に行かなきゃ。さやな。行こう行こう。もうね。ずっとずっと強い絆を持ったエニシンのね。ところに行こう。ちょっとここの井戸端会議、喋れるの？あら。ひなこちゃんおはよう。おはようございます。今日からまた学校に行けるのね。よかったわ。一時はどうなることかと。ありがとうございます、おばさん。そっか。二度も絶対井戸端帰ってきたんだよな。もう助からないって噂よ。ねえ、ひなこちゃんまだ若いのにね。とか、そんな感じ言ってた。あ、森崎さんおはよう。おはよう。事故の怪我。あ、じゃあ事故の怪我治ったんだね。安心した。ありがとう。僕はもうちょっと黒といてから学校に行くよ。うん。きっと、黒も喜んでると思うな。それで、あったからね、黒と。黒に助けられたよ、こっちはもう。さあ、着いた、目的地の祠。さあ、ここで、ね、時神様もとい、一茶に会いに行きましょうぜ。なんか、そう、だいぶ時間空いちゃったってのもあったけど、なんだろうなぁ。もうほんと、ちょっと最後の畳みかけにちょっとほんとグッと来てしまった自分がいます。そして、時の玉の神でしたね。名前を間違えるのがなぁ。ごめんなさいとしか言えない。いっささん。私だよ。ひなこだよ。久しぶりだね。怪我の具合も良くなったし、今日からやっと学校に行けるんだよ。それで私、おむすび作ってきたんだけど、いっささん？いっささ！おはよう、おひな。やあ！やあって、失礼だね。こうしたらずっとおひなを待ちわびてたんだよ。いっささん！はい、いっささんさね。いっささん！うんうん。あたしがいて嬉しいのかい？うん！ねえ、イッサさん。ん？私、学校行くまでまだまだ時間があるの。ちょっとお話ししていってもいい？ああ、もちろんだとも。おむすびを作ってきてくれたんだろ？食べながら話そうね。せっかくの絵にしなんだ。お前さんのこと、もっともっと話しておくれ。うん！わあ、ちょっと待って、めっちゃいい。あ、ちょっと待って、よく見ると、エンド4、つなぎ。ほう。え、これがもしかし、あ、これってマルチエンディングなのか。なんかそんな気はしてたけど。うわぁ。ちょっと待って、そのマルチエンディングの中で私は一番いいエンディングを先に出してしまったか。ああ、そっか。いや、でもちょっとすごくいいゲームやった。なんかもう、本当にその、こうちょっとなんだろう、こう、ちょっとこうなんだろう、目が離せないというか、おっちょこちょいなところもあったりとか、なんだろう、ありつつのその主人公の女の子とね、その、
もうダイエットしないとなーって感じに言ってた女のね、ひなこちゃんとね、そのなんかもう、なんだろうな、一茶のなんかこう、感じのなんかこう、なんて言ったらいいの？あの、気ままじゃないけども、あの、一茶のキャラクター性といい、いやもうこれは、いいな、このゲームいいな、久々にいいゲームとやった気がする。いやだからまだまだフリーゲームのね、界隈はね、まだまだね、いっぱいいいゲームありますね、本当に。いや、すごく良かった、おむすび。本当に、おむすびという名前と、おおほおしまい、ね、いろんなキャラ、いろんな登場のね、あれだ、グラフィック、でも一番主張で、でも、まあ、最後のね、物抜けになったね、やつは、あ、ごじさんか？おう、しずる、先日の変国の一件はでかしたな。ありがとうございます。お前に新しい任務だ。目黒の村を急いでいた時の玉の神が、再度村に戻ったことが知っているな。はい、我ら心境を直し、再度、目黒の村を急いでいると。ああ、だが時の玉の神の力を戻ったばかりで未熟だ。その面影で目黒の村に汚れが汚れ、溜まり始め、事故や病気が相次ぐようになっている。さらに、未だ小さいが物抜けが現れ、怪異めいた事件が起きたという話も聞く。そこでだ。しずる、お前には人間としての抑制を降り立ち、しばらくは目黒の村を見そぐ任をやる。え？目黒の村には先日の変国事件で知り合った人の子らもいるんだろう。よろしく頼むぞ。余韻に頑張ってください。ああ。え、ということはしずるが代わりにあのめぐる町の守る神になるってことやったのかな、なのかな、それとも人間として帰化するみたいな感じなのかな。ああ、そっか。いやー、でもすごくいいゲームでした。でもどこでマルチエンドの分岐が分かれるんやろな。それが不思議やな。一個は想像できる。多分、あそこ。紐飾り。あれを取らないっていうのを、もしかしたらやっぱ選択したら変わったかもしれない。まあ、いいや、その辺は、はい。まあ、またその辺はまた次回の動画とかでちょっと検証してみましょうか。ということで、ここまでね、でも、もう、すっごいいいエンディング見れたんで、もうここでもう、満足ですっていう方はもうここで終わっていいかなと思いますので、一旦そこで締めの挨拶させていきます。いや、非常にね、いいゲームでした。なんだろう、急な脅かしとかそういうのはない、もう本当に、ホラーゲームとしては、恐怖度はそんなたま、ね、恐怖度としてはそこまで物足りないっていう人も多かったかもしれないですけども、私は、非常に満足しております。もう、妙にストーリーが良すぎた。本当に。ということなんで、また、おむすびね。まだまだ、いろんな絵にしがあると思いますので、皆さんにとっても、私にとっても、まだまだ、動画と生放送というつながりの絵にしはありますからね。引き続きよろしくお願いします。ということで、ここまで見せてくれた方はありがとうございます。そして、次回は検証みたいな感じの動画になりますので、そこも見てくださるよって方は、引き続きよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。鎌首でした。お疲れ様でした。